ははいいここんにちは2月23日ですすルーーシッド,ドリーミングって聞いたことありますか以前和訳のリクエストを頂い,いた動画のチャンネル名が「ルーシッド・ドリーマー」だったことがあるんですがその動画とはもう全然関係のないところで「ルーシッド・ドリーミング」っていうのを見つけてとても興味を持ちました。ニコラ・テスラアルバート・アインシュタイントーマス・エジソンあとリチャード・フェイマンなど世界中で知られている科学者が使った問題解決法の一つなんだそうです。 で科学者だけではなくてジェームス・キャメロンクリストファー・ノーランといった映画監督も映画作成のプロセスに取り入れています2010年のインセプションという映画がありましたよねあれはクリストファー・ノーラン監督がルーシットド,ドリーミングで実際に見た光景なんだそうですあこれえっとトレーラーへのリンクをディスクリプションに貼っておきますあとは画家のサルバドール・ダリ彼もルーシットド,ドリーミングを使っていたそうです 例えばまあ、彼の絵はほとんどそういう感じですけれども裸で横たわっている女性の上に虎ガニと飛んでいる絵ってありますよねあ、それもリンク貼りますあの絵も夢の中で彼が実際に見た光景と言われていますではルーシッドドリーミングってルーシッドって LUCID なんですけどそれが何,何なのかっていうと日本語で言ったら名責夢ですねでもっと言うと 自分がこれは夢だ今夢を見ていると分かって見ている夢のことです。で夢の中で何かが起きるごとに自分の気持ちとか感情がしっかり認識できてそしてルーシートドリーミングでは夢を自分でコントロールして登場人物を変えたりあと環境背景とかを変えたりあとストーリーラインまで変えることができます。いいい使い方ををするると、とと悪夢夢か不安な夢を自分でで変えることができて、 自信をつけたり、あとはアスリートが身体機能を上げたり、アーティストが創造性を上げることもできるそうです。じゃあルーシッドドリーミングはいつ見ることができるのか。えっとほとんどがレム睡眠の間なんだそうです。でレム睡眠っていうと私の中ではこう寝てる人が目閉じてるのに目玉がキョロキョロ中で動いているときっていう認識なんですけれども。 レム睡眠中は脳がとても活発に働いていて、心拍数も眼球の動きも早くなります。で、このね。明晰夢ルーシードドリ,ドリーム見たことあるって言う方いらっしゃいませんか？私はあります。とおよそ5。5%の人が一生に一度はルーシートド,ドリームを経験するんだそうです。で、頻繁に見るっていう達人になるのは結構難しくて。 1>, 1ヶ月に1度見ることができる人は23%と言われています。では、どうやったらもっと見ることができるようになるかというとレム睡眠とノンレム睡眠のサイクルがあるのでまずは睡眠そのものの時間を増やしてレムノンレムのサイクルがちゃんとあるようにする。 でそのためにものすごく当たり前の基本ですけれども寝室を清潔に保つとかあとは健康的な就寝時間を守るようにする毎日運動するあと寝る前にスマホなどのデバイスはもう消すあと真っ暗にして寝る寝る前にお酒やカフェインを取らないという習慣をまずは確立します。そそししててよし今日日日日はははルシュドリーム見るるぞって決めた日はその日は1日中できるだけ頻繁に そのことにについて考えるようにします「ルーシッドドリーム」に関する本を読んでもいいし友達と今日これやるんだって話してもいいしとにかくこれから今晩は明晰夢を見るぞっていう方向に自分の意識を持っていきます。でいくつか方法あるんですけれども。 リリアリティチェックの一つの方法でよく知られているのは手のひら自分の手のひらにもう片方の手の指が通るかどうかっていう行為を何度も何度もすることです。でもそれを繰り返して何度も何度もこうリアリティチェックでやっていて繰り返していると寝ている間に 指が手のひらを通り抜けるっていう夢を見るようになります。で、それが起きたら自分が今夢を見ていると自覚することができます。そして、意識人間の意識のレベルというのは起きている時も夢を見ている時もだいたい同じなので、起きている時の意識を高くしておくと、寝ている時の意識も高くなっていきます。 で指が手のひらを通るというリアリティチェックだけじゃなくて、まあ、いろいろ方法があってでもね一日ずっと続けてやるリアリティチェックは一つ1つにこう集中する必要があるらしいんですけれども他の方法は例えば鏡の中に映る自分だったりあと鼻をつまんだりあと本を見てその本から顔を背けたりっていうのがあります。で起きている時は 何度見たって映るののはいつもの自分ですよねでも夢の中では違う顔になったらあこれ今夢見てるんだって分かったりとかあと起きてる時に鼻をギュッてつまんだら息はできないけれど夢の中でそれでも息ができるようになったりとかあとは現実では本から顔を背けて元に戻ったら、まあ、同じ文章や本が見えますけれども夢だと本の内容が変わっていたりするようになってああ今自分は夢を見ているっていう認識をする助けになります。 で夜寝るときですがリラックスした状態で部屋はもうできるだけ真っ暗にしていつもよりも2時間早く目覚めるように目覚ましをセットしますで今晩はルーシッドドリームを見るんだって思いながら眠りにつきますで目覚ましもあまりうるさいものではなくてベッドから出なくても目を開けなくても手が届いて消せるところに置いておいてで目覚ましを止めて 心は起きている状態で二度寝しますでも目覚ましはえっと二度寝するときにスヌーズのセットはしないですでレム睡眠は朝自然に目覚める直前に起きることが多いので二度寝すると効果的みたいですじゃあん目覚ましを止めましたでも二度寝がうまくできませんという場合意識は起きていて目は閉じたまま体も動かさないようにします そしてこれ難しいけど徐々にに金縛りのような状態に持ってきますでこれを数回繰り返すとここ,ここからルーシッドドリーミングに持っていくことができるそうですさらに寝る前に手の届くところにドリーームジャーナル夢日記とペンを置いておきます見た夢を書き記しておくと後で思い出すこともできるしどれが夢だったっていうのをはっきり自覚できる助けにもなります。で 目が覚めたらできるだけ早く見た夢をもうどんどん書いていきますこれちょっと前に見た滑らない話で日本のお笑いの方がしていたような記憶がありますあともともと悪夢を頻繁に見る人っていうのはストレスが溜まっていたり不安やうつ不眠 PTSD があったりすることが多いようですで悪夢をコントロールできるようになるとこれらの症状が緩和されることがあると言われています で私が子どもの頃によく見た悪夢って2パターン2パターンだけなんですけれどもそのうちの一つは何かに追いかけられて瓦屋根の上を忍者みたいに飛びながら走って逃げるっていうのだったんですね。で大体いつも最後は私がすごく小さくなって瓦の間に入って追手が行き過ぎるのを見るっていう結末でした。で金縛りも子どもの頃はっていうか中学ぐらいかなすごかったですで。人から聞く金縛り体験で あの上からすごい行商の人が馬乗りになって押さえつけてきたとかいうのを聞きますけど私は特に何かが見えたことは一回もなくてもうとにかく目は開いても全然体が頭も動かないしても動かないしっていう金縛りでしたがこれもうまくコントロールできてればルーシートドリーミングになったんだろうなって今更思います。当時金縛りになる前は 耳の中でボーンっていうすごい大きな音が聞こえて、毎回来るなって分かっていました。で、今では金縛りに会うことさえないです。今回思ったんですが、ということは。金縛りも例の祟りとかではなくて。レム睡眠中に意識がはっきりしてるけど、体が寝ているってことってちょっと思いました。おまけです。もう本当にごく一部の方はご存知ですけれども。 えー、私の大学院の専攻はカウンンセリングでしたで本当はこういう催眠療法とかねそういうのを学んでじ学ぶっていうか実践したかったはずなのに労働ビザを取ったりとかあと労働を通しての就業を通してのグリーンカードの取得などに流されて,流されてしまってなぜか今大学のアドミッションにいますもう人生って予測できないしまあでもその分面白いですよね。 というわけで stay safe, stay healthy